これが、くるみの木にちょっとやったやつで、全体像見えますかね、アルミの直径10mm、内径が 10mm の、アルミパイプをですね、だいたい15センチぐらいに今回はカットしてます。それにですね、内径12ミリのですねホース、こちらピンクのホースなんですけど、そちらをだいたい1メーター今回買ってきて2本、できてるので、それぐらいの長さに切りまして、あとはですね、先ほどもお見せしましたペットボトルの上部の方に穴を開けて、だいたい12ミリの穴を開けて、ホースを突っ込んでるという、こんな感じです。これで、皆さんの方にですね、また、どれぐらい溜まったかなんていう動画もお伝えしていきます。今回はですね、このメープルのウォーターを取るためのですね、こう取り付け方法といいますか、これはあくまで私流です。これ富澤さんはあれだもんね、違うやり方してるもんね。そうですよね、人それぞれやっぱり違うのがなす、やり方は。これはあくまで私流なんですけど、やっぱりやり方がいろいろあるので、例えば1本から1本の木からですね、その2本入れて、あ、2本刺して、でこの辺に直結して、なんていうんですかね、2つ穴から取るという、そういった採取法もあるようなんですけど、今回ですね、くるみの木1本と板屋の方に1本、これ取り付けさせていただきました。なんかキノコ出てる気配っていうがなんかあんまりないです。こっち南麦、あ、東麦が、東麦っすね、東、うん、東麦、南東麦、今南東向きの山っていうかいます。でもこれキノコはってどう思いますね。はい、でもここより多分そっちの方の方が出るよね、多分。うわ、すごい壮大だね。これあれだよね、一回見に来てから、見に来て出が悪かったら、そこ穴ふたいで違うとこ下げた方がいいですか。はい、じっと聞いてください。あれですか、後でおさも聞いてください。わかりました。ちなみにこれもう一回開けてて寝込んだら、違うくるみさ開けてみていいです、その辺多分くるみあるよね。あれ、ちょっとじゃねえ方が。はい、あ、そう、くるみあるよ、いっぱいあるよね。はい、いっぱいあってる、あるよね、くるみ。あの辺の時な、はい、その時ああいうほら混んでる、混んでるって分かんねえか。はい、分かります、分かります。ああいう時は一本切るとかな。はい、そういうなさ穴開けてほしいよ。ああ、なるほどね。うん、なるほどなるほど。そうすると波こびれるから。ああ、なるほどね。これは波こびらんねえから、ここは残すから。ふっとくて食べやす。ふっとくすから。ふっとくて植えらんねっていうことでしょう。なめご。ねねねね。ここ感覚的にね。はい。ここでくるみが今度こうなったらくるみ取れるようにするわけ。ああ、これでね。うん。なるほど。あとこっちはくり取れるようにするとかね。ああ、なるほどね。あら。はい。そういうね、こう段階年齢において、はい、違うことしていくから、ほら、あれもだからあれどこほら。3本あらずで2本踏んでるとこあるべ。はい、あれを切るとこ。なるほど。あれはさ、まあ要は農業で言えば間引きみたいな感じですね。間引き、間引き、はい、そうですね。でも間引き、はい、こちらもまた何日か経ちましたらですね、皆さんの方に状況の方を報告させていただきますので、また次回の動画、見ていただければなというふうに思います。それではですね、これから山の方を下っていきます。あとそれと、メープルシロップ、取る場合なんか勝手にですね、仕打ちの木の方に穴とか開けるとですね、まあ、窃盗剤とかいろんなそういった細かいことが来るので、その辺お気をつけください。例えば国有林に入ってですね、勝手に穴開けてそういった採取する時もですね、ちょっとやっちゃいけないことになってますので、その辺ご確認しながらですね、やっていただければなというふうに思います。ああ、このあれね、山さ人呼んで体験型のキノコ取ったり山菜取ったり体験型
あ、なんすか、あ、いいっすね。皆さん、島吉山で、ぜひ、なんていうんですか、体験型の、したいということなので、また今度、機会がありましたら、皆さんに、お声掛けいたします。よいしょ。てなことで、だいぶ下まで今、下がってきたんですけど、ですね、ここからは、私、一人で、先ほどのキノコ、ちょっと見ていきたいと思います。先ほどこれ一発目、おお、順調に出てる、すごい。ちょっと見てみましょうか。あれからですね、どれぐらい経った、1時間は経ってないな、40分、あ、1時間近く経ったのかな。おお、溜まってる溜まってる溜まってる。これ明日来ないといけないな、これ明日来ないといけないですね。明日来ないと、だってもう3分の1溜まってます。はい、多分明日来ないとダメですね。はい。はい。20リッター。ああ、それでもいいけど、運ぶの大変だべす。アンダースか。わかりました。これ明日来ないといけない皆さん。よいしょ。ってなことで、どれだ。さっき上の方に、ちょっと平たけらしきものを見つけたんですよね。それを、ちょっと皆さんの方にお伝えしたくて。おっと、この時期のキノコは貴重なんで、あれなんだ、なんかサルコシっぽいんだよな。でも実は今日メガネしてないんですよね。私ちょっと目が悪いので、真っ赤なメガネいつもしてるんですけど、ですね、うわ、サルコシっぽいな。これ一か八かの賭けだな。あそこの倒木の下、根元王の方に何やらキノコっぽいもの、うわー、なんだあれ。メガネしてると一発でわかるんですけど、ちょっとメガネはしてないために、ちょっと近づいて、行ってみます。これはちょっと、きついな。きつい。どっ。うわ。いやいや、これ、思った以上にちょっとあるな。ほっ。ふっ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よっ、あ、こ、あーっと、見えなくなった。あー、でもキノコついてる。あれにもついてるな、多分。目が悪いので、あれなんですけど。いやいやいや、いや、すごい。よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ。違うな、キノコじゃないな、あれ多分。あー、これぴょっぴょっていう、ぴょっぴょってなってるところ、これがですね、下の方から見えたキノコ。あーって、なんだこれ、ナメコか。お、ナメコじゃないな、ムキタケ。ムキタケつくんだね、多分この木。あー、なんかキノコついてるな。よし、それではそこの木と向こうの方にもなんかついてるんですけど、あ、そういえば山主さんとはもう今別れたんで、はい、今たった一人島吉山で遊んでます。いや、めっちゃ急なんですよね、実は。おっと、これはちょっとありすぎでしょうみたいな。すごい、木の葉っぱの方もですね、葉っぱつが木のあれも、なんか芽吹いてるものもありますね。まあ、ちょうどこの時期に芽が動くんでしょうけども、結構本当に晴れ近いなというふうに、思うわけですけども、はい、これはキノコでした。ムキタケ。ムキタケです。こちらは、これは、奈良竹。のざ、奈良竹つくんだね、この木。よし、覚えとこう。ということで、ムキタケ。あそこにもめっちゃなんかあるんだけど、めちゃくちゃあそこにも、出てるところがあるんですけど、皆さん見たいでしょうかね。見たい方が、多分おそらく私の動画見てる方はですね、キノコやら山菜やら好きな方結構いらっしゃるので、
あそこのキノコを見てみたいかなと思いますので、ちょっとそこの木まで行ってみます。なんだあれは。よいしょよいしょ。あ、なめこ。あ、なんだ。あ、ちょっと待ってよ。あれはそこ見えますかね。なめこか。ああ、もしやえのきか。ちょっと近寄ります。えのきかと思いきや、なめこ。いや、めっちゃなめこいっぱいついてる。あれもなめこですね。やばい。皆さん楽しみですね、今年山。今島吉山入ってますけど、だらけなところ、あれもだ。今回ですね、ちょっと上の方まではちょっと行けないかなというふうに、思うので、これからですね、下の方ちょっと滑りですね、滑り落ちてみます。これがまた面白いんですよね、雪山の。おっしゃ、お、いや、めちゃくちゃ雪があって、よいしょ。最後ですね、また、メープルウォーター、ちょっとですね、どれぐらいになったのか確認して、帰りたいと思います。はい、ってなったことで、今もう間もなく山下るので、今来てみたんですけども、なんかですね、流れ落ちてないような気がしますね。ということで、本日設置しまして、まあ3分の1はないですけども、だいぶこんな、これくらいほら取れてます。あ、出てますね。なんかあれなんですね、なんかあの出たり出なかったりという、なんていうんですかね、その木の何が木の特性っていうか、なんかあるんでしょうね、樹勢の関係でなんか出たり出なかったりという風な。それではですね、今回のメープルシロップ、メープルウォーターのですね、最終方のおさらいをしていきます。おさらいということで、皆さんの方にまたご紹介していきます。こちらはですね、アルミパイプの、10ミリのアルミパイプを使用しています。内寸もですね、約10ミリ近くあると思うんですけど、まあ、直径10ミリですね。そちらを約15センチに、カットしています。このカット方法については、サンダーを使ってですね、私の場合はサンダーを使って切断したんですけども、約15センチにアルミパイプをカットしてます。それにですね、こちら、パイプの方は、内寸内寸がですね、12ミリ、内寸12ミリですの、こちらホースといいますか、これですね、ホームセンターとか行くと、売ってますので、それを私使ってます。はい、あとはですね、この樹液採取するものは、ペットボトル何でもいいと思うんですけど、私は 1.5 リットルの、ものを使ってます。これ確か水入ってたのかな、よいしょ、天然水の水が入ってたんですよ。それの飲み切ったやつを使ってます。で、こちらのですね、上蓋の方に、こちらですね、上蓋の方に、こちらインパクトの方でですね、穴を開けてます。こちらはですね、ホースのなんていうんですかね、太さよりもやや小さめに開けた方がいいと思います。あまり大きく開けてしまうとですね、ここから雨とかですね、朝露とかが入ってって、せっかく取ったですね、このメープルウォーターが薄まってしまうということはありますので、なるべくですね、こちらギリギリに、まあやや小さめに開けて調整しながらですね、やってった方がいいと思います。はい、ってなわけで、今回はですね、こちらメープルウォーターの設置ということで、今ちょっとおさらいやってみたんですけど、わかりますかね皆さん。結構なんかコメントで興味あるんだよなんていう方結構いらっしゃってですね、お店で来てよかったななんていうふうに思ってるわけですけども、無事に出てよかったです。はい、ってなわけでですね、今回は、こちら下吉山、の方にですね、メープルシロップを作るためにメープルウォーターということでですね、樹液の方採取、やってきました。またですね、明日とか明後日とかですね、またこの山に来まして、今度はですね、こちらのなんていうんですかね、溜まった樹液の方、メープルウォーターの方を回収に来ます。その時のですね、動画の方も皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、また次回の動画も
見ていただけたらなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。